ガイルでしっかり冷やして、皆さんのね体調管理まで、しっかりいや任せていただければなと思います。駒投げを決めて会場を冷え冷えにさせたいなと思っておりますので、アマキプレレです。応援してくれてるみんなのために頑張りたいと思います。皆さんお家に杖置いてませんか。よしライオン、おはようございます。シシレボタンです。ということで今日はレイジスーパーマッチ1日目ストリートファイター6の部チームシンジとして、頑張るんですが、我らチーム4つチームあって、釈迦さんチーム、吉生さんチーム、ドンピシャさんチーム、シンジさんチームがあって、でそれぞれにそのオンラインで参加する VTuber のみんなが1人ずついるんですけど、今ね見えてる範囲だとね、上から行こうか、アルランディスさん、プルル、私で、レン君がオンライン参加なんですよね。でこの4人は今日は多分試合終わって喋る部屋みたいなのが、多分もう一緒に喋れる部屋があって、多分そこでもうずっと喋ることになると思います。で現地の人たちと会話がちょっとできないっぽくて、なのでチーム本配信の方を見に行ったら、本配信の方を見に行ってもらったら現地の雰囲気のインタビューだったりとか見れるし、私たちの配信の方はオンラインで、まあミラー配信的な感じで見てもらったらいいかなという感じになっております。どうしてもねちょっとオフライン組がやっぱりそのほとんどなので、ちょっとそうオフライン組見てもろて、でこっちも見てもろてみたいな感じですね。一応ミラーはできるので、私の方でも随時本配信の方のミラーはしていきますんで、はい、よろしくお願いします。現地組とは喋れないのよ、喋れないっぽい悲しい。今日知った、でもしょうがないよねみたいな。ただメンバー最初のインタビューの時はチームメイトみんないるんで、はい、そういうのはあります。ちゃんとただその対戦してる時とか、チームメイトが対戦してる時とかは多分私の声は聞こえてないし、向こうの声は多分聞こえない。一応シンジさんがめちゃくちゃ気使ってくれて、携帯スマホからでよければディスコードつなげとくけどって言ってくれたんだけど、多分もう向こうは向こうでわちゃわちゃしてるだろうし、こっちは一応4人いるから、プスさんとかデン君とかアルさんがいるから、だからまあそれはそれでね、こっちは4人でじゃあちゃちゃ入れながらやるかっつっててそうそうそう言ってたからね。いやもうシンジさんめっちゃ気使ってくれてた、申し訳ないなってなっちゃった。いや寂しいよねって言ってて、こっちは4人いるけどっつってボタンちゃん1人やろって言われて、そうなんつって1人やったっつって、悲しいでスマホでよかったらつげとくけどっつって、まあでも喋り声はちょっと聞こえないけどみたいな。いやまあまあ現場のね雰囲気はね本配信でも見れますんで。で11時からスタートらしいよ。試合が終わったらもううちらオンライン組は4人で仲良くわちゃわちゃくっちゃべりながらミラー配信するかっつってはい、どうもホロスター時期生のアルランディスです。今日はね天気も良くめちゃくちゃ暑いと思いますので、会場空調効いてると思いますが、ガイルでしっかり冷やして、皆さんのね体調管理まで、しっかりいや任せていただければなと思います。精一杯楽しみます、よろしくお願いします。勝つぞ。対戦相手アルランディスさんなんですけど、私もねチームシンジ駒投げ族ということで、駒投げを決めて会場を冷え冷えにさせたいなと思っておりますので、みんなで冷えて帰りたいなと思います。よろしくお願いします。はい、ブルルです。すいません、アマキブルルです。はい、めちゃくちゃ練習したので、もうチームのみんなのために、そして教えてくれたコーチのために、応援してくれてるみんなのために頑張りたいと思います。よろしくお願いします。はい、こんにちは皆さん、 V スポ所属キサラギレンです。皆さんお家に杖置いてませんか。お家に置いてあるであろうその杖、もう一度手に取っていただけるように頑張ろうと思っております。よろしくお願いします。再生を押さずルームにお戻りください。あっという間だろうな、これ。もう楽しんでいこうぜ。気楽に。いくぜー。
とりあえずアシスト台を振る。緊張してない？アルさん。まだ大丈夫。まあちょっと無理だな。消えた。こっからね。オッケー。8。こりゃ勝ったでしょ。イエーイ。勝ちー。ビヨワン。やったー、勝ったー。 Thank you。 やったやったー、勝ったー、嬉しい。よかった。昨日ね、赤先生とさ、で、稲葉先生にもさ、ちょっと教えてもらってたし。よし。勝った勝った。ああ、嬉しい。ああ、ほんと嬉しい。でも、結構キャラ不利だと思ってたから。でも、守れた。ラッシュしない。ちゃんと台を振る。よしよしよし、いけたいけた。ここになんかやってる。あーよかった。でもみんなありがとう、本当に。ちょっとでも一生できたのは本当ちょっと自信持てる、嬉しい。いやでもね、アルさんもちょっと緊張してたと思う。あ、ごめんね、これほんでね、観戦ちょっとできないって言われたから、あの配信の方見てほしい。あーよかった、でも練習通りできた、多分。嬉しい。ドキ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 。あーよかった、でも本当に。駒投げ見せれたね。え、見せれたっけ駒投げ。わからん。でも、これ、2戦だったら、わからない。あの、1戦だから、いけた感はある。よかった。ああ、よかった。いや、でも、アルさんも、多分すごい緊張してたはず。私はこういう時は、自分も嬉しいけど、やっぱり、すごい、やっぱり出てる側ってめっちゃ緊張するのわかるから、アルさんは本当に緊張でちょっと飲まれちゃった感はあるから、普段通りだったら多分アルさんの方がやっぱり強いから。